皆様こんにちは。今回は Android 版 Google Allo で URL リンクを素早く開く設定をご紹介させていただきます。 Android 版 Google Allo は2017年1月末のバージョン 5.0 アップデートにおいて URL リンクを素早く開く、 Allo で Web リンクを開くの設定が追加されました。この設定をオンにしておくと、 Google Allo のチャットでやり取りした URL リンクをタッチした際にブラウザアプリを利用せずに Google Allo 内で素早く URL リンクを開くことができるようになります。 Android 版 Google Allo の Allo で Web リンクを開くの設定は、まず Google Allo を起動し、左上のメニューアイコンをタッチして設定をタッチします。表示された全般設定ページの Allo で Web リンクを開くがその設定です。スイッチをオンにすれば Google Allo 内で URL リンクを開くことができるようになります。またもし Allo で Web リンクを開くをオンにして URL リンクを Google Allo 内で開いたとしても、右上のメニューをタッチすると Chrome で開くなどの自身の Android で設定されているブラウザで開くことができるメニューが表示されるので、そこからブラウザアプリで URL リンクを開くこともできます。Android 版 Google Allo の Allo で Web リンクを開くの設定は、通常のブラウザを利用して URL リンクを開くよりも動作が早いので便利です。ぜひ参考にしてみてください。以上、 Android 版 Google Allo で URL リンクを素早く開く設定のご紹介でした。